一つ目の質問ですこちらの場所がどこかお分かりになられる方はこの中でどのぐらいいらっしゃいますでしょうかここは人口55万人日本の国土の約20分の1の韓国にある最終島という国です。行かれたこともおありになる方もいらっしゃるかと思いますけれども僕自身実はまだ行ったことはなくて1988年のある日に父から日本で生まれた私が ここがお前の祖国だよと。で、1988年にオリンピックがあるから、一緒に故郷に行こうと。いうふうなことを告げられました。僕はあの、一体何のこと言ってることは分かわかんなくて、僕自身はあの、中野で生まれて、新座で育って、普通の小学生で、どちらかというとこうお山の大将で、勉強もよくできて、どちらかというと、クラスでだいぶ人気者だった。<laughs> そんな自負があったんですけれども、 30年前のある日突然、君は韓国で、韓国の血が流れているということを父から告げられました。最初は何を言ってるか分かんなかったんですけれども、だん,だん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 と理解してきて、自分だけが違う人なんだなっていうことを、恐怖感の中で理解し始めることができました。40人いるクラスメートの中で、僕だけが韓国人。 みんな日本人。160人いるクラスメイト、学年の中で、僕だけが韓国人。僕だけは何かこう孤独を感じて、何がみんなと違う。このことがひょっとしてバレたら、みんなが僕のことを韓国人と分かったら、ひょっとしたらいじめられるんじゃないかな。そんな恐怖感と15年間ぐらい戦いました。僕にはあの、兄と妹がいまして、 二人ともですね、おしゃべり好きで、え私たち韓国人なのクラス中に言い,いふらします。<laughs> <laughs> 僕は本当にそのことが嫌で、僕の友達には韓国人であることがバレたくない。その、ソウルオリンピックに行った写真もピアノの上に飾ってあるんですけども、僕は友人が泊まりに来るとそれを伏せてました。で、親父が夜中帰ってくると、それを当然のことこう起き上がります。で、また僕は朝一番に起きて、それを、 立ち上げまますすごめんなさい伏せますもう一度夕方のニュースで韓国のニュースが流れると僕はドキドキしましたまた友達にバレるんじゃないかなお弁当を開けるときにひょっとして韓国の料理が入ってるんじゃないかなそんな恐怖感を毎日毎日ランチのときに味わってました僕の中でどっかで日本人は一流韓国人は二流そんなことを感じました なんで僕だけが韓国という血で生まれてきたのかな。みんなと同じ日本で生まれて、日本人の教育を受けてるんだけれども、どっかで何か自分が違う人、僕だけが違う人、そんな感覚の中で、15年間ぐらい周りに告白するまで生きてました。小学校の時は私、あの、先ほど少しご紹介したように、比較的あの、勉強ができて。で、えっと、全国模試とかでも5番とかを取っていて、 あのそこそこ勉強できたんですけれども急にあの入試の6か月前ぐらいからスコアが落ち始めて徐々に全国10位30位50位とだんだんと順位が落ちてきましたで理由はいまだに分かってないんですけれどもひょっとしたらプレッシャーに負けたのかもしれませんで僕はあの第一志望がですね男子校で一番偏差値が高かった東邦中学というところに行きたかったんですけれども 残念ながらそこには受かうことはかなわず、自分の第二志望であった、成城中学というところに入学することを決めます。成城中学に入ったんですけれども、最初は楽しくて、バスケットボールも始めて、勉強も頑張っていたんですが、やはりですね、自分が吉祥寺に住んでるんですけれども、吉祥寺から電車を乗るときに、東方中学の子に会うと、どっかで自分のことが、東方中学だったらよかったのにな。なんで僕成城中だったんだろう。 あの時6ヶ月勉強してれば、東方地区に入ったのかもしれない。また僕の中で二流コンプレックスが生まれてきました。大学は一生懸命勉強して、浪人の時に一生懸命勉強して、協定平均5段階中1.4だったんですけれども、1日10時間勉強して、上津大学というところに入りました。上津大学に入った時は、なんかれそこそこの学歴を取ったなと。これ安泰なんじゃないかなと思ったんですけれども、 数年間過ごすうちに、どうやら慶応大学の方がいけてるらしいと。<laughs> もう少し行くと、MBA というものがあるらしいと。スタンフォードの方がいけてると。どっかでまた、ジョージ大学にいる自分が不安で不安で仕方なくて、二流コンプレックスが生まれてきました。で、大学で4年間過ごした後に、今度私、ベンチャーリンクという会社に入社をします。 ベンチャーリンクという会社は当時はあの人気企業ランキングでも上位にある会社だったんですけれども一日約18時間から20時間ぐらい働いてお休みは本当に毎週の日曜日と三ヶ日だけ年間300日ぐらい働いて今もそこに昔働いてた仲間はいますけれどもそんな時代を過ごしてましたマッキンゼの人にの名前を聞いたりとかマッキンゼの本を読むと勉強になるんですけれどもここでもやっぱり僕の中の 二流コンプレックスが生まれてきて、なんでマッキンゼーじゃないんだろう。僕がもしマッキンゼーだったら自分のこと誇れるのにな。どっかでも私のまだまだ足りない病、足りない病が発動します。なので、せめてマッキンゼーの人とバーで出会った時に、絶対に知識だけは曲げないと思って、4000冊ぐらいの本を読んだ記憶があります。毎日毎日本を読んで、どうにかして自分を誇ろうと思ったんですけども、 なかなか誇ることができずに、また二流コンプレックスの戦いでした。いよいよそのベンチャーリンクを6年半で卒業して、当時の先輩の生島というものと一緒に、今の株式会社エナジャイズという会社を共同設立しました。もうこれはもう自分の国ですから、自分の好きなように会社を作れるし、自分の好きな商品を扱うこともできるし、自分の好きな仲間と働くことはできるんですけれども、ある日、 プランドゥシーサという会社にあって、その夢がまた崩れました。あの、ご存知の方も多いと思うんですけども、プランドゥシーサという企業は、ホテルとか、結婚式とか、レストランやってらっしゃる会社で、もう会う人は会う人、スタッフの方がみんな素晴らしくて、スマートで、容姿も鍛麗で、お話も上手で、性格も良くて。で、社長の方に会うと、またこの社長の方も素晴らしい。どっかで、せっかく自分で会社を作って、 ようやく自分の会社を作って、自分の理想の国が作れるにも関わらず、あプランドゥーシンにもしいたらどうなったんだろうな。なんで俺プランドゥーシーンじゃないんだろうって。そんなことをまた考え始めました。僕の中で何をしても足りない、足りない、足りない。どこに行ったとしてももっとできる、もっとできる、もっとできる。誰と出会ってもきっとあそこまで行けるはずだ。 ずっと足りない足りない足りないの人生でした。で、そんな人生のきっかけになる出来事が、僕が入社4年目にスタートした、新卒採用です。僕の会社で今、えっと、9年目なんですけれども、4年目の時によし、思い切って新卒採用の活動をやってみようということを決めて、おそらく日本でも有数の一人当たり、一人当たりのコストをかけて、日本で一番優秀な人を、 仲間に迎えようということで採用活動をスタートしました。ところがですね、一つだけ問題がありまして、私あの、本業であるコンサルティングには自信があるんですけども、自分の会社をマネジメントするってことは実は苦手でした。で今でも苦手ですで。何が苦手かっていうと、どうしてもパフォーマンスが上がってないことか、クオリティが低い子を見ると、僕の中で怒りというものが出てきてしまって、それをメンバーにどうしてもぶつけてしまうんですね。 なので会議中で付けをさえたり、怒鳴ってしまったり、メンバーを傷つけたりと、そんなことをどうしてもコントロールすることができなくて、優秀な学生は入ってきてくれるけれども、この子たちを上手に迎えられることができないんじゃないかな。そんなことでずーっとずーっと悩んでおりました。そのことを僕に変えてくれたきっかけが一個ありまして、それが、 僕もあのコーチングとかでサポートをさせてもらってるんですけども、私もあのいろんな方からコンサルティングを受けさせてもらってまして、あるコーチの方から実はこんなことを言っていただきました。はたく今の問題は何なのって僕ね、みほさんどうしてもすぐ怒っちゃうんだよね。メンバーのクオリティが低いとお客さんに迷惑かけてるんじゃないかなと思って、どうしても怒ってしまうという話をしたら、みほさん怒るのかなと思ったら、なんて言ってくれたかっていうと、あなた素敵ね 人に怒れるのねそれは場と成果に責任を持ってるって証じゃないのリーダーじゃないのって生まれて初めて怒ってるっていうことに関して人からら褒められたた瞬間でした僕はどうしても怒ってることを隠したくて普段コンサルティングをしてるにもかかわらず自分の会社をマネージメントすることもできていない。 それは、どうしようもない。普通の人だったらコントロールができる。怒りというものがコントロールできなくて苦しんでいる。その僕のことを、そのコーチは受けてくれて、あなたそれは素晴らしいところなのよ、というふうにおっしゃっていただきました。それから僕の世界が変わってて、僕はあの、どうしようもなく物忘れがひどくて、あの、実はなんですけども、先々週お財布をなくして、先週、カバンをなくして、えっと、一昨日マフラーをなくしてます。<laughs> 今までそのことも悩んでいて、 お客様の実は顔もすぐ忘れてしまうし、お客様のお名前も忘れてしまいます。これですね、笑い事じゃなくて、本当に苦してですね、どうしても思い出せないんですね。なんで3日前何食べたのかともあの思い出すことはできないですし、アポイントもたくさん重ねてしまうんです。これ本当に悪い気がなくて、何をやっても治らないんです。でも、そのこともそのコーチに相談したところ、あなたそれを今目の前の場所に集中してるってことよと。いいじゃないの、他のこと忘れたって。 目の前のことに集中するのがあなたの魅力だから、目の前のことに集中して、すべてを忘れなさいと。それでいいのよって言っていただきました。また僕が少しこう、北んだ瞬間でした。それまでの僕は自分ができていないことを、二流だ。そんなコンプレックスで見てたんですけれども、そこからは、実は一見自分が、コンプレックスや欠点だと思っていることも、 そのことに関する本当に素晴らしいところはどこか本当に素晴らしいところはどこかって聞き続けてくると、どんどんそれがいいものに見えてきて、きっと、こういうことで苦しんでる方もいらっしゃるんじゃないのかなと思って、今ではそういうアプローチでコーチングをさせていただいてます。で、そんなことがあって、韓国で生まれたことよもきっと、ごめんなさい、韓国で生まれたわけではないんですけれども、 韓国の血で生まれたこともきっと何か意味があるんじゃないかなと。僕はあの目立ちたがらですし、人と違うっていうことが好きですし、きっと韓国で生まれたっていうのは僕に何か神様がユニーク性を授けてくれたんじゃないのかなと。成城中学や成城高校というところで、東方中学、東方高校には行けなかったですけれども、きっとそこからの早がるストーリーの方が世の中の人は興味があるんじゃないのかなと。ベンチャーリンクという会社で、今エナジャイスという会社を作ってますけれども、 ランドシーにはななないいものの作れるんじゃないのかな今、エナジャイズという会社は何が素晴らしいかというと、本当に若手のメンバーが生き生きして、入社1年目から大手の企業様とか、著名人の方とお仕事ができて、そんな機会を提供できている会社です。きっとそのことっていうのは、もちろんマッキンゼーカッパにも素晴らしいと思いますけれども、同じぐらいエナジャイズという会社も素晴らしいんじゃないかな。そんなことを今受け取ってます。で、もう一つ実はあの、このトランスフォーメーションから神様の転機があって、 あの、プレゼントがありまして、自分の素晴らしいところはどこかって言って自分が誇るようになってくると、今度ですね、急に相手の方も素晴らしく見えてくるというプレゼントをいただきました。それまでの僕はどちらかというと、なんかスーツの形合ってないな、とか、なんでこの人すぐ遅刻するんだろう、とか、なんでこの人こうなんだろうっていうふうに、その人の改善点ばっかりが見えるようなところだったんですけれども、自分が素晴らしいところはどこかっていう質問で、自分の素晴らしさを語ってって、 自分が誇れるようになってくると、この人も素晴らしいところはどこだろうか。この人の本当に素晴らしいところはどこだろうか。そんな世界が立ち上がってきて、すべての世の中のものが、または人が素晴らしく、美しく、誇れるものであること。こんなプレゼントを神様からいただきました。で、僕のあの大親友に、高森さんという方がいるんですけども、彼が僕に教えてくれたことは、ハツさん、強みにフォーカスするっていうのは、ハツさんがやってるレベルじゃなくて、 相手の弱みが一切見えなくなるレベルで強みにフォーカスする。それが本当の強みにフォーカスするってことですと。相手の弱い部分が全く持って見えなくなるぐらい相手の強みを見る。それが本当に相手の強みを見るということです。ということを僕は高森さんという方から教えてくれました。彼はベイスターズの,あの4番バッターである筒子選手のパフォーマンスコーチングもしてるんですけども、こんな名言も入ってます。畑さん。 筒香選手に盗塁を期待している人はいません。彼にはホームランバッターとしてホームランしか観客は期待してませんと。僕はあの多くの人たちにホームランを期待してるんじゃなくて盗塁もしたらいいのに、バントもできたらいいのに、守備も上手くなったらいいのに、いろんなことを期待したんですけどもその人がホームランバッターだったらホームランバッターとして見ることができるようになりその人が盗塁が上手だったら盗塁がうまいという世界で見えるようになったので今すごくこう 自分を誇ることができて、世界を誇ることができて、生き生きしてます。最後に、私の夢をシェアさせていただいて、この場を終了とします。僕には、一歳の息子がいます。先週、一歳の誕生日を迎えたばかりなんですけれども、彼が、あの、どんな人になろうとも、どんな仕事に就こうとも、何をしようとも、彼の素晴らしいところに目を向けて、一生懸命、彼が、 独り立ちすするままでサポートしてていいきたいなと思ってます彼の素晴らしいところはどこか。彼の才能は何なのか。彼の得意なことは何なのか。そのことだけを息子と語り、彼はきっと自分の素晴らしさを自分で発見すると思います。そんなことをするときっと息子は、彼の素晴らしいところはどこなんだろう。自分以外の彼の素晴らしいところはどこなんだろう。彼の素晴らしいところはどこなんだろう。そんなことを気づける世界がおそらく少しずつ広がってくるんだと思います。 皆さんの本当に素晴らしいところはどこですか前にいらっしゃる方、横にいらっしゃる方、この会場にいるすべての方、皆さんのご家族、その本当の素晴らしいところはどこですかご清聴ありがとうございました。